ボクシングの世界ヘビー級4団体統一王者オレクサンドルシク37が TFP ランキングで世界最強の称号をめぐる論争の中心に立っています。ルシクは18日のサウジアラビアでの試合でタイソン・フューリーに判定勝ちし、史上初めてヘビー級4団体を統一しました。これにより権威ある専門誌リング誌が選定するパウンド・フォー・パウンド PFB 階級差のない最強ランキングで井上尚弥31に代わり1位に輝きました。しかしルシクの PFP ワインに対して疑問を投げかける声も少なくありません。海外メディアブナナンチャレンリニアはルシクが誰もが認めるヘビー級チャンピオンになったことは評価するが、 PFP ランキングで2位のテレンス・クロフォード米国や1位だった井上尚弥を追い抜くのに十分だったかと疑問を呈しました。このメディアはルシクが3位から一気にトップに立ったことについて、ルシクはアンソニー・ジョシュアやタイソン・フューリーをどうすることなく判定で勝利を収めただけであり、内容に物足りなさがあると指摘しました。一方でクロフォードはエロル・スペンス・ジュニアを倒し、井上はルイス・ネリとの劇的な戦いで勝利を収めるなど、両者の勝利内容が評価されています。ブナナンチャレンリニアはさらに、ルシクの功績を貶める意図はないが、彼が将来殿堂入りするであろうクロフォードや井上を超えるには十分な実績が不足していると述べました。ルシクの勝利は確かに偉業ですが、 PFP ランキングでトップに立つためにはより圧倒的なパフォーマンスが求められるとの見解です。このような論争はボクシング界のファンや専門家の間で大きな話題となっており、今後の試合でルシクがどのように評価されるかに注目が集まっています。ルシクが今後どのような対戦相手と戦い、どのような結果を出すかによって PFP ランキングの評価も変わってくるでしょう。一方で井上尚弥も引き続き高い評価を受けており、彼の次の試合にも注目が集まっています。 PFP ランキングで再びトップに返り咲くことができるか、井上の今後の動向も注目されています。